今ご覧いただいているのは任天堂 3DS 向けに開発を進めているチビロボシリーズの最新作、投げ縄アクションぐるぐるチビロボです。身長10センチのお手伝いロボットチビロボは、これまでは家の中をお掃除したり、お花を咲かせて公園を作ったりしながら周りの人たちをハッピーにしていくアクションアドベンチャーゲームの主人公でした。初登場からちょうど10年を迎え、今作はチビロボシリーズとして初めて横スクロールアクションゲームとして登場します。チビロボのお尻についたプラグ、通称ヒッププラグをカウボーイのようにぐるぐると回して投げ、敵を倒したり離れた足場にプラグを刺して飛び移ったりしながら進みます。プラグはすぐに投げられて敵を素早く倒せるクイックスロー、力をためて投げ巨大なブロックも壊せるパワースローの2種類の投げ方ができます。ヒッププラグのコードは青いボールを取れば取るほど伸びていきます。さらにパワースローで投げたプラグは壁で跳ね返るので、うまく角度を調整すると一度にたくさんのブロックを壊したりできます。このようにクイックとパワーの2つのスローを使い分けながら、小さなチビロボが大きな大地を駆け巡ります。また本作の発売に合わせて、ほぼ実物大のチビロボのアミーボも発売します。コースをクリアした時にもらえるスコアをアミーボに書き込むと、アミーボがレベルアップします。レベルに応じていろいろなアイテムを獲得できるようになります。またコースの中でアミーボをタッチすると、足の速さやライフの量が大幅にアップするスーパーチビロボに変身できます。この他にも様々な対応を予定しておりますので、続報をお待ちください。投げ縄アクションぐるぐるチビロボは秋発売予定です。チビロボのアミーボも同時に発売します。